チャリロトとは、株式会社チャリロトによる競輪及びオートレースの車検及びこれを含む車検の販売サービスである。企業としては、当初、競輪では初、公営競技全体でも1962年以来46年ぶりに発売された、重活式投票券の取扱いを行うために設立されたもので、その後競輪やオートレースの通常車検も販売するようになり、 現在に至る。競輪重症式のチャリロトはコンピュータが自動抽出する偶然性から宝くじ的傾向が強いが、チャリロトセレクトなどはこれまでの車検と同じように自らの推理によって購入できる。なお2017年4月現在、松戸競輪場についてはどのグループにも属していない。チャリロトの購入はウェブサイト上で会員登録する必要があり、 チャリロト .com または DMM.com でしか購入できない。会員になるには前提条件でチャリロト .com では楽天銀行またはジャパンネット銀行の口座を DMM.com では電子マネーの取れたを持っている必要がある。パソコンから購入手続きが可能。二0 1年十二月より競輪場及び場外車検売り場に設置されている。 チャリロトプラザにおいて、現金による、入金、投票、払い戻しが可能となる。ただし現地で、チャリロトプラザ会員に登録する必要がある。なお実施されているのは、平塚競輪場、松戸競輪場、伊東温泉競輪場、松山競輪場、熊本競輪場、玉野競輪場、川崎競輪場、奈良競輪場の八幡と場外のサテライト石狩、サテライト横浜、 岩木平競輪場氷山場外、松阪競輪場川越場外で、事情以外やチャリロト競輪を含むすべてのチャリロトに投票できる。2010年7月4日、現在、チャリロトとしての投票方式は4種類存在する。2012年8月より、グループ開催として一部の競輪場において、キャリーオーバーを共有する。ーーが一つのグループとなり、今後は、 グループの中から1日市場を対象として発売し、グループ内においてキャリーオーバーが共有される。なお、グループ A 導入時に新規の発売となった川崎競輪場では、以前からあった平塚競輪場のキャリーオーバーがそのままスライドされ、他の導入時には、グループ G は、豊橋競輪場、グループ C は、奈良競輪場、グループ B は、 伊藤温泉競輪場のキャリーオーバーがそのままスライドされた。なおキャリーオーバー制度のないチャリロトさんは対象外となり、川崎、小田原、静岡、高松、高知、松阪の開催では、チャリロト3の発売を行っていない。当選金には、宝くじやビッグと違い別途税金がかかるので、確定申告などが必要となる。 大津美和子競輪場は2011年3月11日から3日間予定されていた開催をもって本場開催が廃止されたが最終開催では終了した時点でキャリーオーバーが発生していた場合には全額を主催者の収益とするが最終開催日においてチャリロト、チャリロトセレクト、チャリロト語で 全レース的中者がいない場合は一つのレースを外した目の購入者全員を繰り上げ的中とする特別措置が実施されることになった。なお、この措置におけるルールは廃止されたチャリロとリターンを準拠としている。しかし2011年東北地方太平洋沖地震の影響で最終開催を初日で打ち切ったため、初日を最終開催日として上記の措置を実施し、 一つのレースを外した目の購入者がいなかった、チャリロトセレクトに限って、キャリーオーバーの残額36,750円が、大津市の収入となった。2012年からは各場で、グループ開催方式に移行する際、それまでのキャリーオーバーについては、最終日を定めて、同様の特別措置を行うことが、相次いで発表されている。通常の7、掛け式を、 チャリロトのサイトより購入するサービス。基本的には、チャリロト競輪での販売を行っている、競輪場の車検のみしか購入できないが、前日前売りでの全レース購入や購入金額の上限なしという独自のサービスが受けられる。なお、チャリロト競輪における通常車検については、伊藤氏が管理志向者扱いとなっている。 2014年6月18日より、オートレースの通常、かけ式もチャリロトのサイトより購入できるサービスが開始された。基本的には、チャリロト競輪と同じサービスとなっているが、当初オートレースの手芸活式については取り扱っていなかった。2020年6月29日から、ランダム方式よえ、小単焦式の当たるんですが、発売開始された。 チャリロトの運営会社は、サービス開始以後は、株式会社チャリロトであるが、資本関係は、以下の通り変化している。今後は、競輪場の運営受託にも進出する方針で、第一弾として、玉の競輪場の運営を2022年度より受託し、選手宿舎と兼用のホテルを建設する。ありがとうございます。